さて、11日目が始まりまして、今日はルアウの日ですね。一体何があるのかちょっと楽しみですけど、天気、嵐が近づいてるようです。明日は雷雨になるでしょう。あらあら、占いは機嫌が良さそう、運がある、地球時速、明日から異常発生したカイやサンゴがビーチに打ち上げられます。私は科学者ではありませんが、おそらくカニの繁殖期が関係していると思われます。いずれにせよあなたの地元のビーチをきれいにすると現金を得られるでしょう。なるほど、嵐でなんかいろいろあるんだな。今日はルアウか、何があるのやら。メロンはまだだね。本当にちょっとドキドキしちゃうな。多少はね、そのまあ私も女性とは仲良くなっているので、ラディッシュが取れました。うん、何かね、いいことが、夏のね、思い出を作りたいですよね。せっかくここにやってきて何もなく夏が終わるっていうのはちょっとね、寂しいから。ん、元気そうだな。ルックファイ、お、なんかハートマークが1個増えて、これは仲良くなってきてる証拠だね。明日嵐だから入れといてあげた方がいいのかな。勝手に戻るかな。ちょっと待って、我が輩の様子は見れないんだな。はい、お水あげて、時間はまだあるが、ちょっとラディッシュを1個。あ、ルアウがビーチで始まりました。行きます、今すぐ行きます。一体どんなイベントなんだろう、ドキドキする。おお、盛り上がって、なんかすごいことやってるけど、なんだろうあれ。蝶々は一番最後、こいつ誰だ、知事。なんと素晴らしい街だろうか、スタディオバレーを訪れるのグッズを楽しみだよ。こんな人いたのか、知事。なんか民族的な、あ、仲良さそうに踊ってるじゃん君たち。うっ、私の足を踏んでるわ、あなた疲れたよハニー、そろそろビュッフェに行かないか。はあ、何こいつハニーとか呼んでんのよ。返事がない。まあ楽しそうに踊ってるってことかな。いつも端っこにいるね。なんて音楽じゃ、こんなのただの騒音じゃ。平穏と静けさの方が海を楽しめるとは思わんか。あー、まあ言ってることはわからなくもない。潮の香りが昔の私を呼び戻すは、あなたが生まれるずっと前のね。どんな女性だったんだろうね。ヴィンセントってダンスが下手ね、つまんない。あー、あんまり評価が今んとこ良くないけど、私はダンスをして汗をかくなんてお断り。あれ、何かを誘うっていうのがないな。そういうイベントじゃないのか。ビーチパーティーのための完璧な天気じゃないかな。あ、アレックスはこういうのが好き。セバスチャン、1年前はサムはみんなのスープ鍋にアンチョビを溶け込んだんだ。それいいことなの。サムは町を挙げてのこの祭りに疑問を持ってるみたいなんだよな。へー、あんまいいと思ってる人が少ないですよ。これ何ですか？この鍋に何か足したいってのは、あっちの階段から登って入れてくれると助かるわ。あ、何か入れられる、ケシが入れられるぞ。スイートピー、フィールドスナック。何か味を足せるのか。なるほど。地側につけば減税してくれるかもしれないな。地地側？地地側と、なんだろう、町長側があるのかな。私の庭の採れたて野菜が入ってるわ。みんななんか持ち寄って適当に放り込んでるのか、鍋を。今年のスープの出来がいいといいんだけど。なんだかライナスはとても香ばしくて美味しそうな匂いがするのよね、クンクン。危ないこと言ってるなぁ、まるちゃん。あー、食にはこだわりがあるんだね。そしてペニー、この祭りはね、谷を講演してくれてる知事に谷の食材すべてを楽しんでもらうために毎年行われているの。知事用の祭りってこと？
だからみんなあんま楽しくないのかな。知事誰が気にするか。あ、サムはこういうのが嫌いなんだね。なんだってたまにしか顔を出さないじいさんに気を使わなくちゃならないんだ。町長がスープ鍋に神経質なってのはそれが理由。なるほど。あー、ちょっとじゃあ政治的なお祭りなんだね。あー、この家入れないかな。ダメか。さて私はじゃあ鍋に何を入れようか。ちょっと手持ちがね少ないんですが、やっぱケシの花なんか入れてちょっとみんな楽しくなるっていうのはいいんじゃないかな。でも料理や薬にも使えるって書いてあるからな、これ悪くないんじゃないか。You add poppy to the soup。 ケシ入れてやったぞ。あ、それで終わりか。さあ町長急ぐんじゃ。知事が毎年これで訪問してくれているじゃろ。あー、そろそろルアーを始めようかね。知事も幸福そうだ。まあもうケシの花も突っ込んだことだし始めましょうか、ルアーとやらを。波の音が聞こえて、皆さん今年も持ち寄り鍋パーティーの式典がやってまいりました。今年は皆さんが素晴らしい食材を鍋に入れてくれたら期待しております。知事に訪問を後悔させたくないですからの。さて知事、このスープの味見をしていただけませんか。大丈夫かな。ケシの花入れてるけど一年中楽しみにしてたんだ。知事高顔だね、顔が熱い。お、食べた。なんか音が鳴って、てんてんてん、ん、これは良かったのか。あ、とっても感じのいいスープですね。この谷の寒さ期待を裏切らない。良かったのか。町長も飲んだ。うーん、美味しいです。皆さん今日はとてもよくやりました。さあ他にスープが欲しい人は。お、一応みんな一応寄ったね。ハワイアンパーティーは成功した。ハワイアンパーティーだったんだね。自分が持ってきたものがスープの味に貢献した。家に帰る時間だ。あ、帰ってきた。帰ってくると寂しいな。まあでもケシの花をぶち込んでやったことが功を奏していい結果をもたらしたと。このいい結果をもたらしたことが果たして町にとってよかったのかどうかはちょっとよくわからないけど、まあ大成功で寝ましょうか。なんかいろいろ上がったね。アイアンフェンスが作れるのとプレサーバーズジャー、ベーシックレタニングソイル、なんでよくわからないものが作れるようになりました。お、2個で80か。ラディッシュ、なかなか秘めたる力ありますね。そして12日、嵐が訪れているという話だけど、雨の音がすごいね。天気予報、嵐が近づいているです。まだ雷雨じゃないのかな。行い次第でしょう。わあ、雨すごいな。あの2匹も出てない。今日は閉めておこうか。わっ、卵いっぱい。わあ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 、卵すごい。いいぞ。うん、元気は元気だね。リアリーハッピートゥデイ、今日はすごい危険がいいと。干し草はまだあるだろうから、うん、まあ雨が降ってても大丈夫でしょう。取れるものは特にないね。あ、トマトが取れた。よし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 。で、唐辛子も取れたと。いいね。トマトもいくつか、唐辛子もいくつか入れておいて、卵も一個ずつ出荷しちゃおうか。おー、雷すごい、怖っ。
お前出歩いてんな、こんな天気じゃ飲むしかねえな。雷鳴った今、びっくりした。今日も明日もじゃあ雷雨なんだな。はあ。サンゴ、あ、サンゴいっぱいあるじゃん。あー、あるあるある。これはいいね、こんなに。わっ、お前こんな夜中にいるの？怖いよお前も。すごいすごい、大量大量、サンゴもウニも。こういう天気の日は釣りもいいんじゃないかなって思うんだけど。うー、怖い。すごい雷。よしよしよし、宝箱出てるけど、もうちょっと上の、もうちょっと上。あ、無理か。無理だ。レッドスナッパー、マダイが釣れた。へえ。マダイ、鮮やかな赤い見た目で人気の魚。なるほど、雨の日はやっぱちょっと釣れるものも違うのか、それとも今まで俺が下手くそだっただけか。あ、なんか掘れるところあるぞ。やっぱ乾いた人手だ。雷は怖いね。子供の頃なんかは雷ワクワクしてたけどな。ずっと外を眺めてた気がする、雷の日は。最近はそういうこともなくなってしまったな。あ、そうだ、ペニーちゃんのお家にお邪魔できるんじゃないか。こんな雨の日はどうなんでしょう。仲良くなっているでしょう。だってお邪魔します。あ、入れる。あ、お前がいるのか。お前ひょっとしてお母さん？パム。あー、そうですか。いや、トレーラーハウスだと金属、屋根が金属だから雨が本当にうるさいの。そうかそうか。お母さんの機嫌取っとく？いや、いいか。ここは、あっ、いいんですか？ソラリアンクロニクル、小説かな。マーシーと地獄城、地底城だった。で、地獄城って読んじゃったんだろう。本をが好き、日記じゃないか。教師用ガイドブック第2級。あー、教えてあげてるもんね。で、これは妖精ジュニモ、その他の偶話。うん、これも読んであげるようかな。あーあー、はあはあはあ、なるほど、はあはあ、あー、そうですね、はい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 。よしよし、バレてない、バレてない。あーあーあー、癒されるけどね。うん、さよなら。仲良くなってる。部屋に横に入っても何も音がめがないもの、素晴らしいことです。あ、種買おう。夏12日だからまだまだ買える。クエストがありますね。 Look for the red mallet。 レッドマレット、キャッシュペイメントオンデリバリーキャロライン。どういうことだ、レッドマレット。調べたところによると、レッドマレットは海ひごい、海ごいとかそういう名前の魚らしいな。スイートピーをあげます。私にありがとう。いいんだよ。午前中をまるまる髪の毛のセットに使ってしまったのに、雨のせいでめちゃくちゃよ。人生は時々つらいわね。いや、朝から雨降ってたと思うんだけどな。はい、あー、そうですか、いっぱいあげてるか、残念。
お前にあげようか。プレゼント大好き、ありがとう。笑い顔ちょっとなんか仏様みたいだね。花は喜ぶんだな。プレゼントなら何でもいいのかな、彼女は。どうなんだろう。あ、なんか取れるな。あ、ホップが取れた。あー、なるほど。種はここには何を植えようか。はい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 、うん、はいはい、よし、順調順調。ウニ入れて、サンゴ入れて、ハマグリ全部入れちゃおうと。これは、あ、これも入れちゃおう。相当収入があるんじゃないか。すごいぞ。お前どっか出かけんのか。釣り針に餌があるのを確かめることだね。何を言っとるんだ。分かっとるわい。うわあ、すごい怖い。頑張れ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 、よいしょ。また同じやつだな。マダイ、そろそろ料理がしたいね。やっぱキッチンが欲しいから。改築、お、なんだ、流木。新しいゴミを拾ったな。宝箱出てるけど、よっ、ハービッ、ハリビッバット、おひょう、おひょうか。おっ、ブロークン CD。 はい、流木。うわあ、お評感が、お評感がする、お評感がすごい、この動き方。ああ、分かるようになってきたな。うわあ、お評、もうこんな時間だ。おひょうばっか釣れたな。まあゴミばっか釣り当てるよりは幾分マシなんだけど。出まーす。お、釣りのスキルが上がったぞ。よしよしよし。バイト、バイト、これ餌かな、釣り餌かな。だとしたらこれで釣りがはかどるようになるかもしれない。わあ、すごい、きたー。わあ、サンゴの実力たるや。いいですね、だいぶ稼いだな。ああ、おひょうも100で売れるんだね。マダイはそうでもないのか。あ、この辺ゴミだからゼロですか、価値なし。そう、乾いた人でもこんなもんか。オッケー。